最高潮で喜んじゃうと、オリックスってここから普通に逆噴射して13連敗とかしそうな球団じゃないですか。だからそうなるのが怖くて喜べないんだと思います。他の球団のファンの人は「いやでもそれはないやんか」みたいな「優勝はないやろ」みたいな、まだちょっとどっか余裕持って見てる感じはしますね。首位まで行ったでしょ？行きました。行ったことないですよ、あんな。なんかみんなやっぱ3月ぐらいになると「阿部ちゃん今年オリックスない?」みたいな「優勝でしょ」みたいなこと言って、5月に「どうなってんね」みたいな流れあったの。今年はほんまに強なって思って、ちょっとやっぱ肩すかして「いやオリックスほんまに強いんかい」みたいな。いやほんまオリックスファンみんなどう喜んでいいか分からんってようみんな言うんですけど、オリックスファンって。いや俺の晩酌見ててもコメントも大前さんのやつ見てもみんな戸惑ってる感じ。あ、そうどうしたらいいっていう。俺ちょっとこんなチームやったっていう。まだ早いんちゃうかなとか、その11連勝しても、まいやちょっとまだかなみたいな。いやあれなんですよ。11連勝してこれで喜んでしまった時に。その最高潮で喜んじゃうと、オリックスってここから普通に逆噴射して13連敗とかしそうな球団じゃないですか。だからそうなるのが怖くて喜べないと思うんですよ、みんな。喜んだらあかんと。そう喜んだらそれがなんか変な風に球団選手に伝わっちゃうんじゃないかって。伝わるか。なんかね、そのだからほんまに自分が傷つかないように最低限のお喜びにしときたいっていう、まあでも僕らもそうですけど、周りの芸人もまだ半信半疑ですね。交流戦優勝した時もなんか「やった!」みたいな感じで動画回してたんですけど、まあ、他の球団のファンの人は「いやでもそれはないやんか」みたいな「優勝はないやろ」みたいな。まだちょっとどっか余裕持って見てる感じはしますね。生配信かな。あ、優勝パレードです。優勝パレードしてきました。ミニ優勝パレード。時は幕張のイオンモール劇場っていう、まあ幕張のはい劇場で優勝パレードさせてもらいました。あれはちょっとまあ実はまだあの時点では交流戦優勝じゃなかったんですよ。いや DNA がそうです。勝てば。で結構やばかった。1点差がなんかまで日ハム対 DNA か、結構追い上げられてて、あやばいって言ってたんですけど、僕らも出番やったんで、もうすぐ出番やったんで、これ出番待ってたら B モレルさんに先越されるなんていうことで、その辺はやっぱライバル関係。優勝したっていうことをしても行ったれっていうことで、もうフライングしちゃいましたけど。そうですね。お客さんもそんな多くなかったですし、まあ、最初はその渋谷でやってて、で渋谷でファンになってくれた方が電車乗って大宮まで見に来てくれてたんですけど、結局遠いし、で、まあ、徐々に減っていって、で最初の大宮セブンから結構芸人も変わったんですよ。辞めていった人もおるし、解散しちゃった人もおるし、で、まあ、福岡行った方も。福岡に劇場以外福岡芸人になるって言って行った方もいて、マジカルさんとか、まあ、最初からいたんですけど、で結局全員面白かったんで、最初から面白かったけど売れてなかったんですけど、場はあるんで、やれる場あるんで、で、まあ、集客とか関係なくなんか自分が面白いと思うことってやってたら、徐々にやっぱみんな結果出していってみたいな感じですね。そうですね。マジカルさんとか末広がりが売れていくのを見るのがどういういやほんまでもなんか普通なんか同期とか売れて、若い時は同期が売れていくのを見て、クソみたいな悔しい気持ちいっぱいありましたけど、なんか大宮セブンの場合はみんな同じ苦労しすぎて、うん、同じ泥をすすりすぎて、うん、素直に嬉しかったですね。なんかあほんま同じ会社の社員とかにも、うん、こんな扱いされんのみたいなとかもいっぱいあったしその、まあ、無視とかそのめちゃくちゃその挨拶しても返してくれないとか。そういうのを、まあ、僕らだけじゃなくてみんな同じ感じで味わってで売れてそいつらが手のひら返してくるっていうのをみんなで共有してるからなんかそれ嬉しいですね。そうですね。だから僕らも早くマジカルさん末広がりずのとこに追いつきたいなになりますよね。だからやっぱそういうその人らもやっぱみんなこのファミリーじゃないけど。同じきつさ味わってるから僕らの名前とかもめっちゃ出してくれるし他のメンバーの人も出してくれるし、ね、だからありがたいです、ね、ありがたいですほんまなんかみんなのおかげで僕らにも目がくるようになったというか、うん、その見てもらえるようになったっていうのがあってでもそれだと人気のないパ・リーグが一気にそうかもしれないですね。ソフトバンクはなんかね誰かが書き込んでたんですよ失礼なタゴンズさんがその中でも一番知名度ないから、一番最下位のオリックスみたいなことをしていただいて、確かにめちゃくちゃ境遇が被ってるかもしれないですね。2000そうね、そうですよね。なんか確かに、うん、なんかそのパ・リーグ TV みたいな感じで、マジカルさんとかの試合見てたら、俺らも無料で見れんねやみたいな、タゴンズもじゃあ見てみようかで、面白いやんみたいな言ってくれる人も増えたんで。はい。だから宮崎キャンプで巨人キャンプとソフトバンクキャンプ見に行ったらあれ宮崎ついでにオリックスも近くでやってるやんみたいなノリですよね。だから境遇がかぶってるから好きになったっていうのもなんか無意識のうちにあるんかもしれないしね。今まで M1 はどこまでが準々か準々決勝ですね。はい準々が最高なんでそうですね。一回僕らも解散しかけたというか、はい、一昨年ぐらいに、でなんかでもなんかそれこそ大宮セブンの皆さんがちょっともうちょっと頑張ろうよっていうなんかいろいろにお兄さん方にその救っていただいて今があるので、うん、今年それを返したいなという、うん、恩で返したいなっていう感じですね。だからオリックス優勝とタモンズ M1 優勝、はい、M1 もダブル優勝な今のところ感じでは来てると思うんですよ、はい、両者ともここからですね。だからオリックスもこうマジでオリックス沈まないように僕らもそうですね。10月ぐらいにオリックスが優勝を決めてもろって、うん、で俺らも12月に決勝進出を決めて、うん、これがもう日本シリーズ終わってテーマ決勝みたいな感じですね。今年の予定としては。どうも。どうも、タモンズです。よろしくお願いします。タモンズと申しまして、阿部と大波と実況は大前さんでやっております。実況いらないです。漫才なんでね。はい、僕は不動産屋行ってね、お部屋を借りたいので、ちょっと不動産屋やって。わかりました。すいません。部屋探したいんですけど。あ、そうですか。駅近がいいんですよね。駅近でしたらこちらの物件いかがでしょうか。あ、こちら。はい。こちら駅から2分になってます。徒歩2分。あ、佐野の足で2分です。佐野の足で2分。はい。僕の足やったらどんぐらいですか。30分です。めちゃくちゃ遠いやんけ。オリックス優勝するぞ。頑張ろう。